こんばんは、まおです。はい、第11回目となりました東大戦。今回は一体何人の方が来てくださるのでしょうか。ちょっとここは暗いので、あっちの明るいところに移動したいと思います。はい、下がって下がって。いいかな？せーの。はい、いや、一回やってみなかったんですよね、これ。ロケができるようになったので、最初のワープ。多分これからもたくさん使ったいと思いますんで、皆さんもやってみ、すっげえ面白いから。まずは、スターさんかな、スターさんと一緒にやってみようかしら。はい、どうぞ。ね、絶対面白いでしょう。ということで、はい、次回はスターさんと一緒に撮ってみたいと思います。はい、他にも皆さんね、誰か教えてください。誰を飛ばしてほしいか、ね、教えてください。はい、ただし会社の上司は固くお断りします。はい、というわけで第11回スペースシャトル白山試験スーパーストリートファイター 2X 東大戦、どうぞ。こんばんは、マオです。第12回目となりました東大戦。今回は早速スターさんと一緒にワープしたいと思います。さて、体の大きい人のワープ気になりますよね。面白くなりそうですよね。ワクワクしますよね。何？効果音を使えば誰でもできる？甘いよ君たち。いくら効果音を使っても物には限度ってものがあるんだよ。細い人がいくら効果音を使っても、で、大きい人の爆発的な音にはかなわないんだよ、ね、みんなのイメージとかけ離れてるんだから。で、スターさんだからみんなのイメージ通りにできるんですよね。はい、ということで、はい、こんばんは、スターさん、今の意気込みをお聞かせください。はい、どうやらちょっとね、緊張しているようです。でもね、一回やってみれば、ね、スターさんも笑顔になると思いますので、それでは早速行ってみますよ。はい、準備してますか？準備してくださいよ。OK ですか？はい、行きますよ。それ行きます。せーの。はい、第12回です。どうも。はい、第13回目となりました東大戦。いや、今日はもうむちゃくちゃ暑いです。はい、もう1時間もロケして、マオさんグダグダでございます。はい、その中でも頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回はマイク。はい、ついに音声を手に入れたいと思いますので、マイクを買いたいと思いますけれども、ちょっとね、ネットで見ても、ちょっと私で機械音痴なんでよくわからないんですよ。ということで、今から、大須のお店に行きたいと思いますんで、ジャンプしたいと思います。はい、どうぞ、準備され、準備です、準備。OK ですか？はい。それでは行きましょう。せーの。よいしょっと。はい、行きました。こちら、野村無線さんですね。はい。で、はい、今回お世話になった方を紹介します。はい、こちら、島さんです。先ほどもありがとうございました。いいえ。はい、というわけで、今から、帰ります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、これから来週からですね、声ちゃんと入りますんで、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。第13回スペースシャトル白浜口店スーパーストリートファイター 2X 東大戦、どうぞ。こんばんは、マオです。第14回目となりました東大戦。はい、前回のオープニングでついにマイクを手に入れましたね。はい。ついでにオープニングまで撮っちゃいました。私満足です。はい。面白そうなことなら、私結構無茶しますので。何？当たり前じゃないですか。俺を誰だと思ってるんですか。まさかだぞ。おい、お前どこ映したお前。お前近いやろ、お前今。今のは、ね、俺の顔を映すの。何？そっちの方が面白いって？じゃあ採用で。はい。じゃあこのままタイトルコール行っちゃいましょうか。Let's go! Let's go! Let's go! 第14回スペースシャトル白玉口展スーパーストリートファイター 2X 東大戦、どうぞ。さあ本日
はい、こんばんは。今日は名古屋城に来ました。せっかくなんで誰かにインタビューしたいと思います。あちらの方に、インタビューお願いしましょう。この超激レアワンマルくん、クリアこんばんは。こんばんは。ちょっとインタビューいいですか。はい、はい、今日はどちらから来られましたか。西日暮里から来ました。あ、西日暮里からですか。それでは、何をしに来られたのですか。スパツ X の東西線に参加しに来ました。スパツ X の東西線ですか。ということは、あの世界的に有名なあのプレイヤーに会いに来られたんですか。ふたちゃんに。世界的に有名なあのプレイヤーですよね。あー、そうそう、伊藤 DJ。 世界的に有名な、真央さんです。そうだよね、やっぱりそうだよね。今ね、このカメラの向こうで真央さんが見てるんだよ。あ、そうなんですね。ぜひ一言メッセージお願いします。はい、第15回スペースシャトル塩釜愚子展スーパーストリートファイター 2X 東大戦、どうぞ。やってまいりました、第16回マンファイスーパーボール決勝。実況は私、マオ、ツッコミは元4時間バルログのメソジルでお送りいたします。よろしくお願いします、橋本さん。メソジルでお願いします。それでは早速、ここまで勝ち上がってきた両選手の紹介をしましょう。まあ、2人だけのエントリーですけどね。まずは東の横綱。相撲ですか？自称、マオマオ萌え選手。犯罪者ですかね。ドキュン確定ですね。萌え選手。マオでお願いします。最後の一投前に準備運動しています。あー、明らかに駒市ですね。やはり緊張しているのか。全くもって余裕です。そして対するは西十両。横綱とは対戦できませんよ。ベイン選手は最後の一投前になんと寝ています。瞑想です。そして背後にはピン。マオです。手には警察。敗戦です。相手の肩に置いて、これは闘魂注入か。違うでしょう。あ、闘魂注入でした。そしてピン選手、笑っています。変態ですね。おっと、目が覚めて魔を見つめる。睨んでます。両者の詰め合ったところで、さあ制限時間いっぱいだ。なら選手紹介に行きましょう。どうぞ。スペースシャトル塩釜愚子展スーパーストリートファイター 2X 総対戦、どうぞ。こんばんは、マオです。最近ネタがなくなってきて困ってます。毎日考えてるんですが、なかなかどうしたもんか。ちょっと気晴らしに音楽を聴きながら考えているん。次はこれだ。世界の
8月1日江戸甘い生活ナオンセこんばんは、マオです。今日は7月7日の七夕です。ということで皆さんにこれ短冊願いを書いてもらいましたんで、ちょっと失礼ですけども覗いちゃいましょう。はい、こっち来て。はい、まずはこれはね、痩せたい、頑張れ。はいはい、実績あり、何のでしょうねこれね。はい、バルログ以外も使いこなせますように、うん、努力が必要ですね。はい、対策済みなもんで、じゃあ俺はその上を行きますもんで、はいね、はい、エボ2017で優勝したい。これね、行くまでにお金かかるから結構大変だよこれね。はい、マオだけはやる、やらせねえよ。スト5やりたい、裏切り者ですねこの人ね。後で始末しておきましょう。はい、紐になり、これはまあ見なかったことにしておきましょうね。はい、東西線の参加者が増えますように。プリンス、プリンスがこんなこと言う、これはきっと病気ですね。後で病院連れてきましょう。はい、ビッグになりたい、うん、書いてる時点でもあなたスモールです。はい、会社辞めたい、今辞めるとね、ちょっと不景気なのでね、まだね、辞めない方がいい。努力してまだ残った方がいいと思いますよ。はい。はい、次で。東西線が続きますように。うん、ありがとうございます。はい。お金持ちになりたい、マオ。ちょっとこのね、子供っぽくてごめんなさい。でもね、これもね、大事なんですけどもね。もう一つ。ね、感じたものは私ナンバーワンですね、これ。はい、これ。ゲームを認めてくれる嫁が欲しい、マオ。うん、これね、切実なる願いです、これは本当に。ね、これだもんで、一番上に、一番最初に、ね、はい、一番上にね、よいしょ、飾っちゃいましょう。はい。で、終わりかな？何？お前も何？飾なんかかけたいの？なんだよ、貸してみろよ。ん？スペースシャトル塩釜口店、スーパーストリートファイター 2X 東大戦？うん。どうぞどうぞ。はい、よいしょ。で、おめでとう。お疲れ様でした。乾杯！じゃあ飲むよ。アニパラテクノランド、4月9日、行ってきます。誰に会われに行くんですか？今日は史上最強のダルシムキュビダルさんと最強キャミアラさんにお土をつけに行ってきます。まあ私はビール飲みに行くんですけど。ありがとうございます。ビール俺も行きてえな本当に。すごいガイルや。今日さっきプリンスさんに使う価値なしって言われたんですけど。使う価値なし。 S ガイル使えですって言って使う価値なし。あんたひどいこと言ったね本当に。最近ちょっとセロテープさんと対マンしてるゆうやかさん、ぜひシャトル来てください。マオさん待ってますんでよろしくお願いします。小江戸、お前の挑戦を待っている。はい、 X 勢の IPA 好きなビール党の方お話ししましょう。水曜の猫すげえや、あんな似合わねえから。タイ人がそんなもん飲んでどうするの。うるせえよ、こんなもんでいらないもん。はい、それでは行ってらっしゃい。いってらっしゃい。